今回は狭心者。さあどうなるかな。呪われだけ噛んでくれればありがてえけどな。市民に人狼1、占い師1、霊能者1、狩人1、パン屋1、狭心者1、猫又1、呪われ1、黒猫1、剣狼1、生き霊1。多いな。生き霊いらなかった気もすっけどな。30秒前。まあ。とりあえず適当なとこに城打つかな。10秒前。エマかな。エマあたりに城打つか。人たちがいるかだな。村のレベルに合わせて言葉を変えよう。おはよう。ああ、ここ秒数長いのか。出るんだ。そうか、潜伏してりゃよかったのに。まあ霊能に黒猫だろうね。生き霊に進行できねえだろ。生き霊進行はねえだろ。カミングアウトだよ。これもう生き霊ローラーになったな。普通にパン進行だな。もう生き霊釣るしかないでしょう。もう例の黒猫を消したらあともう他釣るしかねえからな。生き霊でいいよ。そこに人狼いねえし。ロラ。普通に市民だな。いやー、これ生き霊に呪われないことだけ祈るわ。まあ村してんね。黒しかねえな。
あるとすれば。延長希望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 。延長する必要ねえよ。延長希望。ロラ痛くて、あともう他精査でしょう。村だったら別にそこに黒いればもう他詰めればいいだけの話だし。むしろ精査すら皆無だわ。フレディが猫っぽいんだよな。フレディだけは噛まないでほしいな。初心者部屋だからまあまあそういうこともあってもしょうがないでしょ。時短でいいよ。むしろいらねえよ理由なんて。こんなログのやつ残せねえだろ。普通に間違いだっつってんじゃん。多分間違いだよ普通に。まあゲールは真なんだろうけど残せないな。もうロラしてしまったら。黒についてたら結局つらなあかんわけやから、まあ普通にロラだよ。延長希望。ありがとう。延長希望。延長希望。延長希望。ストップはできねえな、村視点でも。そんなに村の考察は悪いかな。俺はむしろいいと思うけどね。猫だったら霊能何になるのっていう話になるでしょ。そうだよ、エマの言う通りだよ。
多分本当に普通に間違いだと思う。1分前、うん、まあいいや、例のもとりあえずいてくれればそれでいい。うん、発言だけ取るならジェシカが黒猫かな。30秒前。いや、狩りが分からん。狩りだけ探してえな。10秒前。いい進行だね。ちゃんとこう広く意見取るのはいい進行。もう独裁進行とか絶対やだわ俺は。発言的にリリアンちょっと狩りっぽい感じですけど。ミスった。まあミスったのはもういいわ。そこロラして、いや狩り位置はエマちゃんあたりかな。フレディだけは噛まないでくれればいいわ。入るわけだ。そうか。チャンシロかな。ここワンチャン呪われありそうな位置だから、ね。30秒前。踏んだよ、これだよ。終わった。猫踏んだよ。もう囲うしかねえじゃん、こうなったら。もう普通に囲うわ。ああ、初日にロラが決まってたのがまだ良かったけど。こうするしかねえな。ああよかった、死体占いだわ。危ねえ危ねえ。薄かったかな、フレディ。
て意見的には白かったけどね。まあいいか、今日はゲリを釣るからまあいいとして、あと上市だな、エマとちゃん噛んでくれればもうそれでいいわ、もうそれしか勝ち筋ないもん。いや猫踏むなよ、きついわ。まあ生き量のおかげで呪われが保護されてんのがまだ救いだな。明日は黒打ちだな、それしかねえもんな勝ち筋が。黒打つならリリアン、多分ここしかもう狩りが残ってないと思うから。延長希望、延長希望、うん、延長希望、延長希望、延長希望。うん、縄には余裕はあるけれども呪われを噛むっていうことをあまり考えてない時点であんまり心目はないかな相手に。エマの意見がまあいいね、これ多分エマ占い入ってくれればもうほぼほぼ勝てそうだな。呪われ噛んでくんねえときちいわ。あでもいいのか、リリアンが狩りだからもうワンチャンあるのか。あでもな、あんな占われたら終わるしな。いやもうはや運ゲーだわ。とりあえず今日一日さえあともう過ぎてさえしまえば。肥料のおかげでまだ救われてるって感じだな。延長希望、
されたくないのはわかるけどね。あとはもう占いの使命をどっちに見てるかっていうことやな。ゲイル視点は。役なしにいるね、確実に。この盤面は押すんならサクッとするべきだよ。生き量の黒月ってあんまねえんだよな。あるか？人外月はあるだろうけど、黒月ってそうそううまくいかんけどな。まあロラだな。ああゲイルのその発言はありがてえな。うん、占い師がエマを占う確率が高くなる。よしよし、それでいい。それでいい、それでいい。30秒前。あとは霊能がどっちかだな。多分ジェシカだとは思うけど。10秒前。黒猫の位置もちょっと把握しときてえな。うん、噛まないときついね。30秒前。あんなはあんまり目立つような発言はしないでほしいな。あんな占われたら終わるんだよ。10秒前。いいね。いいね。その発言いいね。さーてこっからだ。さーてさてさて、どこ噛んでくるかだな。あーでもここで呪われ噛んでもきついのか。
もう一つ足りないからもう一縄乗せて、もう、うん、そうだな、クローチしかない。リリアンにクローチは。30秒前。縄が追っつかん。村を噛むしかねえな。10秒前。エマカミだろ。そこいい位置だぞ。結構オッケー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 、おし、いいぞいいぞ。よし、まだいける、まだ参るぞ。そういうのいらんわ。予想通り。太鼓いねえよ。まあ塗るとしたらエマかな。エマにしか塗れねえ。うん、いいねロディ。え、ロディ黒猫が？ねえ足りない。縄は足りんのよ。もう決め打ちですよ、こうなったら。占い決め打ちで、サンドラ目線リリアン黒もある。釣りして勝ちだわ。呪われ生存、黒1、強心1、黒猫1だから、うん、ここで狩りさえ釣れれば勝てる。まあ結果語ってもいいと思うけどね、占いだったら。そしたらサンドラ目線ほぼほぼアンナが黒だから、まあそこはセンスだな。ちょん、いいね、いい発言だね。君呪われなんだけど。これでサンドラの新芽ガタ落ちになるじゃん。
言葉のあや取ったらもうどうしようもないよ。そこは流せよ。延長希望。延長希望。延長希望。もう猫踏んでる以上もうラス入りなんだから釣るしかないんだよ。どこかをで、サンドラ目線ちゃんも釣れないだろ。俺目線リリアン黒だろ。だからちゃんは白なんよ。いや初日学校にないでしょ、猫踏んでんだもん。ほぼほぼ釣れるわ。あぶねえ。猫噛んだ時はもうどうしようかと思ったよ。かと覚醒させてかと。強振で必要なのはもう黒をリードすることだな。いや今回はきつかったな。マイクのポンがなければもうほぼほぼ無理だったな。いや生きるロラがもうほんと良かったわ。危ねえ危ねえ。30秒前。じゃねえとこれ勝てなかったわ。10秒前。まあきちんと盤面を追うべきですね。これはオッケー。生存7、呪われ覚醒して人外4、勝ちだ。もうサクッと噛んでくれ、狩りもいない。オッケー。あぶねえずら。猫踏んだ時は絶望したずらよ。ピーピーっすね。カミングアウト。カミングアウト。んだなぁ。そりゃそうなるわ。
サンドラ視点ってもうアンナが確定人外だからアンナ釣るしかないんだよね。期待よろしく。呪われはかめてないし、期待よろしく。俺が黒打ってる時点でそこは白なんだから、そこはもうちょっとかばうべきだったな。まあだからこそリリアン白を打ってか、語ってもよかったと思うけど、きっと真面目なんだろうな。いい占い師だと思うけどね。悪くはない決して。気づく。10秒前。まあロディかな。ロディ髪サンドラ釣りで終わりだ。ございました。期待よろしく。期待よろしく。だな。延長希望。オッケー、これで終わりだ。もうほんとそうだね。10秒前。危ねえ危ねえ。ありがとうございました。いやー、もうほんと唯一マイクが呪われだったら終わってた盤面だったから、よかったよかった。だなー、縄が足りねえってとこに気づけていれば多分リリアン釣りを回避できたんじゃないかな。で結局あんな釣りになったと思うわ。まあいたけど覚醒だからね。まあまあ、敗因はマイクもあるね。猫踏んでるし、いやサントラもう自分を責めすぎだけどな。振り返るかね。
えぐいね、完全にえぐい。マイクがね、まあ出たのが、うん、まあ範囲にはなるけれども、けど猫踏んでんだからあんなズリ飲めるでしょってサンドラは言ってもよかったと思うわ。まあでもな、どっちみち投票数でピーピーされるとかなんとか言えば、まあそれは回避できたかな。まあそんなところかな、今回の勝因は。うん、まあお疲れ様でした。GG。